ウィリアム・サーストンウィリアム・サーストンは、アメリカの数学者、コーネル大学教授、専門は、トポロジーと幾何学、ワシントン DC 生まれ、などにより、三次元多様体論、双極幾何学、トポロジー、幾何学的群論、複素力学系における絶大な貢献をした、長直感型の数学者。サーストンは、 ポアンカレ予想の解放を考察する過程で、コンパクト三次元多様体は、幾何構造を持つ八つの部分多様体に分解される、という三次元多様体の分類に関する、幾何化予想を提唱し、三次元幾何学における強力な、指導原理となっていた。リチャード・ストレート・ハミルトンのリッチフローには、リッチフローの特異点問題という別の問題が、知られていたが、グリゴリー・ペレルマンが、 手術と呼ぶ新たな手法で得意点を解消する方法をリッチフローに付け加えることを考案し、企画家予想の証明を発表するとともに、その系としてポアンカレ予想も解決した。また、デイビッド・ガバイ、ヤイル、ミンスキー、リチャード・カナリーなどの優れた数学者を育てた。幼い頃から押し付けられて勉強するのが大嫌いな性格で、小学校の教師からは、 いつも空想にふけている怠け者だという評価を受けていた。しかし数学者になった後、そのような性格が非常に数学に合っているということに気づいたと語っている。ありがとうございます。